そうですか。器に収まっていれば倒せると思っていたのですが。あなたはいつもいつも読みが少し甘いのよ。返す言葉もありません。今責任の所在を求めることに意味はないよ。次の手を考えた方が建設的だ。教会墓場を取り込むとなるとかなりの時間がかかるはずです。その間にどうにか。何か、確か何かで読んだ気が。と、失礼。僕の携帯だ。私のもだわ。情報部のメイトちゃんから。私も？もう誰よこんな時に。私もです。珍しいですね。めったに連絡なんて来ないのに。何？本当なの？冗談だったら怒るわよ。わかりました。ご連絡ありがとうございます。うん、オッケー。あとはこっちで何とかする。何何？どうしたの？みんなで暗い顔しちゃって。マジェコンヌの四天王を名乗る人物がラステーションに現れたらしい。ルイにもです。まだ攻撃を受けたわけではないようですけど。こっちも同じく。まあ同時に連絡が来たってことはそうなんでしょうね。プラネテューヌも、つまりそれぞれの国に一人ずつってことかしら。それじゃ四天王が全員？これはまた厄介なことになってしまったね。最悪に、またあんなのと戦わなきゃいけないのかにゅ。で、そいつらは何か言ってきてるの？それは。聞け、愚かな民衆どもよ。我らが神、マジェコンヌ様は完全に復活なされた。マジェコンヌ様の力をもってすれば、こんな国を滅ぼすのはわけないが、そう簡単にやってしまっては面白くないな。10日間の猶予をやる。貴様らが全員マジコンヌ様を崇拝するならばよし。しかし一人でも従わぬ者がいれば。ハッハー、そん時は皆殺しだぜ。と、正気とは思えませんわね。ふーん、またあの変態と戦わなきゃいけないの？やだ。ブレイブ、あなたはこうしちゃいられないよ。早くやっつけに行かなきゃ。うんうん、またプラネティアノを乗っ取られたりしたら大変だよ。落ち着いて。四天王の言葉を信じるならまだ10日は猶予があるということ。その間に犯罪心への対抗策を。そう、そうです。思い出しました。わあ、ミナちゃん、急に大声出さないでよ。ごめんなさい。でも思い出したんです。なんで今まで忘れていたのか。話してみて。はい。犯罪神の伝承の中にかつて犯罪神と戦った女神様の記述があったんです。確か名前はウラヌス様と。
ウラノス、聞き覚えがあります。確か遥か昔にプラネテウヌにいらっしゃった女神ではないですか。はい、そのように記憶しています。その女神に聞けば犯罪神を倒す方法がわかるかもしれないんですね。話が聞ければね。そんな大昔の女神様が生きてるわけないし。意識だけの存在として残ってる可能性はあるわよ。それこそ犯罪神と同じようにね。探すだけ探してみようよ、アイちゃん。じっとしてたってしょうがないし。プラネティウヌの国内ならすぐ見つかるかもしれません。とにかく行ってみましょう。